土曜日に公開された遠藤選手のドキュメンタリー番組「挑戦者の逆転劇」。現在アベマでは約28分間の無料動画が公開されており、リバプールへの移籍から遠藤選手の自宅まで、さまざまな裏話が本人の口から語られている。以下、この番組に関する海外の反応をご紹介する。リバプールへの移籍。遠藤はリバプールでプレーするチャンスをずっと待ち望んでいた。彼はリバプールでプレーするために自分のキャリア全てを捧げているような印象を受ける。ここ数ヶ月の遠藤の活躍を見ていると、これ以上彼に求めることは何もない。遠藤はそのことを知っていると思うけど、それでもまだ最後の試合のようにプレーしている。異常だ。遠藤は今自分がどこに立っているか知っているし、その場所に自分自身がふさわしいことも知っている。彼と契約できたことは偽装した祝福だった。一見不幸そうに見えて実は喜ばしいもの。彼は逸材だった。遠藤は庶民の味方とも言えるし、分かるやつには分かる男。彼のプロとしての姿勢は完璧であり、キャリアの後半に全盛期が来ることも決して偶然ではないだろう。遠藤は謙虚すぎる人間だが、同時に確かな自信も兼ね備えている。そもそもリバプールはクオリティがない選手とは契約しない。統計的にも彼の仕事ぶりは素晴らしく、唯一伸びしろを残しているのは供給能力だ。メトロノームのようにボールを動かし続けたファビーニョ、遠藤にも同じことを期待する。遠藤はリバプールにとって自分がセカンドチョイスだったことを認識している。謙虚で自己認識に長けたサッカー選手は珍しい。選手が持つ最も重要な特徴はリバプールに来たいという意思があることだ。カイセドはリバプールのためにプレーしたいと考えておらず、それはいい選手ではないとファンは理解するべきだ。空間、時間、平行世界を駆使する5次元チェス。遠藤はカイセド災害の首謀者だった。ほとんどのクラブにとって選手の半分はただの傭兵、残りはただのアホタレだ。リバプールの選手たちの仲が良いのは彼らの人柄や性格によるものだ。謙虚なのに勇敢で知的なサッカー選手。遠藤はマジで最高の選手だ。モハメド・サラーはもちろんベストなサッカー選手だが、遠藤やヌニエスは私たちに喜びを与えてくれる。遠藤がプレーするたびに私はつい彼への尊敬と称賛が高まってしまう。もしリーグ戦で優勝したら遠藤のアニメか映画を作るのをおすすめする。遠藤、お前は若いし私たちのプラン A だぞ。遠藤はリバプールの最高の選手たちと共にピッチに立つ資格があることを証明している。誰もその権利を彼から奪うことはできないし、マンチェスターシティ戦のパフォーマンスは素晴らしかった。遠藤のビジョンはリバプールと契約する前から完璧だった。彼がお買い得とかではなく、ただ素晴らしい選手として語られる日が待ち遠しい。ポルトのペペが41歳でチャンピオンズリーグに出場している。遠藤にも同じことを期待したい。遠藤はミルナーを彷彿とさせる。2人ともプロフェッショナルで 100% 力を発揮するのに理屈を必要としない。リバプールでプレーしたい。遠藤が全力でプレーする理由がまさにここにある。彼はヨーロッパでトロフィーを獲得するチャンスに恵まれず、今レガシーを残す唯一のチャンスを迎えている。ベテランの選手を買うなら遠藤のような選手を買うべきだ。私は遠藤が若い頃どれだけのレベルに達していたか知らないが、彼とはもっと早く契約するべきだった。彼のプレーの質や崇高な精神、給料目当ての選手とは程遠い価値を持つ。遠藤は私たちにとって新鮮な空気。彼の全てが私たちを清々しい気持ちにさせてくれる。私の認識が正しければ、遠藤は日本のクリスティアーノ・ロナウドからインタビューを受けている。彼は浦和レッズ時代のチームメイトで FC ケルンで数シーズンプレーした選手だ。牧野は日本代表のディフェンダーだった。当時はもっと髪が長かったと思う。私はそのような趣味を持たないが、この男はとんでもなくイケメンだ。遠藤は自分が幸運な人間だと感じているかもしれないが、幸運だったのは彼を獲得できた私たちだ。イングランドでプレーしたいと考えていた男がプレミアの最高のチームで欠かせない選手になったぞ。あと全てのファンから愛されて、世界でも有数の選手をポケットに収納している。クロップのために勝つのはもちろん、遠藤のためにもリバプールは勝利をつかみ取る必要がある。リバプールでの役割。ディフェンスラインの前で犬のように走って球際に行く。遠藤の言い方はとてもユーモアが含まれるが、本当にその通り。彼は決して追うことをやめない。クロップとのミーティングも簡易的なもので済みそうだ。クロップ、今日のお前の仕事はあのベルギーのイケメンを追いかけることだ。よし、いい子だ。彼は謙遜しているね。遠藤は常に先を読みながらプレーしており、その能力はワールドクラスだ。犬のように追いかける、面白いね。彼は私にとってブルドッグやピットブルのような闘犬だけどね。見れば見るほど、聞けば聞くほど遠藤のことが好きになってしまうな。信じられないようなエンジンを搭載し、信じられないような心構えも身につけている。常に謙虚であること、このチームではそのようなキャラクターの存在はとても重要だ。日本のメディアの効果音はいつも私を笑わせてくれるね。
必要はないんだけどつけるべき編集だ。日本のメディアは純粋に日本人が世界有数のクラブでプレーすることを喜んでいるようだ。遠藤に密着するリアリティ番組なら俺は絶対に見るよ。遠藤渡るのプライベート。昨日この番組を全部見たけど、パパのユニフォームを着て走り回る子供たちが可愛かった。できる限り早くミニ遠藤と契約してくれ。遠藤軍団がいれば血まみれでも勝利できる。遠藤の人柄が伝わってくる番組だね。彼は英語だといつも謙虚な印象を受ける。だが実際の遠藤はスーパーフレンドリーな人みたい。マウスピースをつけてピッチに立つまではね。なんでデブライネの子供が同じ学校に通うんだ。リバプールとマンチェスターはそれほど遠くないし、サッカー選手は同じエリアに住むからね。ランチタイムキックオフの試合の盛り上がりが伝説的なものになりそうだ。ライバル関係はともかく、彼ら全員がデブライネの子供にやんちゃすることを期待している。デブライネは最近マンチェスターシティの選手よりもファンダイクと一緒に遊んでいるな。